快活クラブご利用の皆様、こんにちは。プロダーツプレイヤーの有原龍太です。本日はクリケットゲームの操作方法と遊び方をご説明させていただきます。クリケットゲームとは15から20ブルを使った陣取りゲームです。陣地を取って得点を重ね、最終的に得点の高い方が勝ちとなります。自分の陣地を作るには3本分のダーツを入れる必要があります。シングルエリアは1本分、ダブルエリアは2本分、トリプルエリアは3本分とカウントします。なのでトリプルエリアに1本入れるだけで自分の陣地が作れます。次に得点の獲得方法をご説明いたします。自分の陣地を作った後にさらに同じ陣地にダーツを入れると得点が加算されます。例えば自分の陣地である20のエリアにダーツを入れるとこのように得点が加算されます。対戦相手が自分の陣地に3本分ダーツを入れるとその陣地は無効になり得点の獲得ができなくなります。自分の陣地を取って得点を重ねながら相手の陣地を無効にしていく戦略的なゲーム、それがクリケットです。こちらの画面でクリケットを選択し決定ボタンを押します。そして一緒にプレイする人数を選択してゲームスタートです。ゲームが始まりましたら投げる順番を決めて対戦相手と交互に投げます。ダーツを投げましたら画面に得点が正しく反映されていることを確認してダーツを抜きます。ダーツを抜きましたらこちらの決定ボタンを押して次のプレイヤーに切り替えます。クリケットゲームは相手よりも得点の高いエリアを陣地にすると有利にゲームを進めることができます。まずは20や19といった得点の高いエリアを狙っていきましょう。